はい、どうもこんにちは、すごろくです。それではスプラトゥーン3サーモンランネクストウェーブ実況プレイやっていこうと思います。本日は第1回ということなんですけれども、9月9日スプラトゥーン3発売日にですね、サーモンランネクストウェーブ、伝説アルバイター999ということで、伝説のカンストを達成いたしました。初日にもちろん、危険度マックスが 333% でございます。こちらね、もう初日に達成したね。早速今日はその動画を、上げていこうと思います。まずは危険度マックスが最初に来た試合とカンスト達成した試合を上げていこうと思うので、よろしくお願いします。それではこちらをぜひご覧ください。
みたいな。次は
はい、ということでいかがだったでしょうか。危険度 333%、ノルマウェーブ1が30の、ウェーブ3が35ですね。これが今作のサーモンラン危険度マックスでございます。相当難しかったです。はい、相当難しかったです。でもね、無事初日に999伝説でも達成することができて、本当にね、一緒にやってくれたメンバーもありがとうございました。まあ、いきなり完走というね、一個の目標は達成したんですけれども、まだまだ、どんどんこれからサーモンランネクストウェーブ楽しんでいこうと思うんで、よろしくお願いします。それでは今回はこれで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。また次回以降ネクストウェーブお楽しみにお待ちください。それではお疲れ様でした。またな、バイバイ。